コロナ禍はまさに分散された入社式でした。新入社員は長野県にゆかりがない人も多くいます。そういった人たちにとって同期のつながりを作るっていうのはとても大事な機会だと思ってます。入社してくれてありがとう、待ってましたっていう歓迎感を表現するためにいろんな部署の社員に協力をお願いしてきました。なぜ、何のために、これを常に自ら問いかけて、ください。で、今回の入社式、これまでのやり方と変えて、なぜ何のためにこの入社式をやるのかということを考えてもらって、今日のこの入社式が始まる。お待ちしてます。インターンシップに参加したときにものづくりへの気持ちが強くなりました。視野をこう広げるっていうところをですね、意識的にやっていただくといいのかなって思います。